久高正幸、グレーラマザン、爆王通りにて、2015年ヨーロッパ大会久高正幸は、少林寺流剣館空手を主催する、カラテ屋。生は現氏子孫であり、少林寺流剣業館空手のカラテ高ダカの、息子。彼は3歳で柔道とカラテを始め、13歳になるまでに、両方の分野で初段を取得した。 彼は1961年と1962年に全日本オープン空手道選手権と1958年から1962年に少林寺流券業観選手権を勝ち取る。彼は日本大学に進学し卒業までに4段に柔道や空手は5段を取得。久高正幸はニューヨーク市とモントリオールの世界博覧会で日本代表となる。コロンビア大学。 ニューヨーク州立大学、マギル大学、ロヨラカレッジ、カナダ国立劇場学校、少林自流剣業館空手道のカナダ本部で空手道を指導した。1980年代に、久高正幸は空手がオリンピック競技になることを意図して防具ルールを使用して防具道と面とのコントロールコンタクト競技システム組織である世界公式空手道連盟を設立。 WKKF では、認定団員と審判員認定が定められた。現在、久高正幸は、半士球団、少林寺流兼領館から手道、公式から手道の創始者です。少林寺流から手については、サイエンティフィックから手道と、エッセンシャル少林寺流から手道の2冊を執筆。ルカラテ古式はフランス語のみで発行され、内容は、公式から手道の競技システムや、 その他の技術面のトレーニングに焦点を当てている。少林自流県館空手道は日本の少林自流県館空手本部道場に直属している国際支部によって世界中に代表されている。主要な国際的なチーフインストラクターの一部は次の通り。その他の支部には香港、インド、スペイン、イギリス、オランダ、フランス、ロシアがある。 少林寺流拳業館空手同僧本部や公式サイトに記録されている。ありがとうございます。